車好きのパラダイス、ザ・モーターウィークリー、藤本恵美里です。さて、6月になり、いよいよ迫ってきましたね。世界が注目する WEC ルマン24時間レース、ちょうど1週間後の6月17日土曜日から18日にかけて行われます。もうね、昨年の本当に波乱のレースから1年が経つんですよね。今年は一体どんなドラマが繰り広げられるのか、ということで今日のザ・モーターウィークリーは、そのルマン24時間レースを中心に WEC の魅力に迫っていきたいと思います。スペシャルでお届けしていきます。しかもすごい方をゲストにお迎えしてるんですよ。皆さんご存知、ミスター・ルマンの異名を取りますレーシングドライバー寺田陽次郎さんです。このスタジオに来てくださってます。ねえ、どんなお話が聞けるのか私も楽しみです。今週もザ・モーターウィークリー、どうぞ最後までお付き合いくださいね。The Motor Weekly。 あなた、宝くじ当たったわよ。本当か？しかも雑誌の懸賞と商店街の福引きも。おい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 、ついてる、つきすぎだろ。とりあえず何買う？つきすぎて怖いから、まずは安全機能がついてる車を買おう。突然の事故に備える安全機能、トヨタセーフティーセンス。詳しくはウェブで。あ、広いね。燃費いいらしいよ。めちゃくちゃ入る。ねえ、視界が広いね。運転楽だわ。ハイブリッドで4駆もあるんだね。いやー、1本取られたな。ホンダのフリードに乗った方の感想です。知るほど乗るほどフリード、すべての人にちょうどいい。ホンダ。もっと大きな画面のカーナビにするならパナソニックのストラーダ F1D。 9インチの大画面だから見やすくて使いやすい。しかもいろんな車につけられます。みんなの車に大画面、パナソニック。藤本エミリがお送りしているザ・モーターウィークリー。さあ、今日はいよいよ1週間後に迫ってきました、ルマン24時間レースを中心に WEC の魅力に迫るスペシャル企画でお届けしてます。皆様、お待たせいたしました。今日のゲストをご紹介させていただきますね。ミスタールマン、レーシングドライバーの寺田陽次郎さんです。寺田さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いいたします。はじめまして、はい、いや、なんかね、寺田さんにお越しいただけるということで本当に楽しみにしていたんですけれども、寺田さん、今年ルマン24時間耐久レースのサポートレースと言っていいのかな、ロードトゥールマンレースに参戦されるということで、はいはい、いや、すいません、お忙しい中お越しいただきまして、ありがとうございます。さあ、では改めてなんですが、寺田陽次郎さん、どんな方かもうご存知という方もたくさんいらっしゃると思いますが、改めて私の方からプロフィールをご紹介させていただければなというふうに思うんですけど、寺田さんがレースデビューをされたのがですね、1965年だっていうふうに伺ってます。今から52年前ということで、はい、で、ルマンに初参戦をしたのが1974年、はい、これ一番最初にこうやっぱり初めて参戦された時とかって思い出に残ってらっしゃるんですかね。そうですね、いっぱいありますよ。僕もともと F1 のドライバーになりたかったんですね。はい。なぜレーシングドライバーに憧れたって、やっぱり F1 ドライバーに憧れたわけね、はい、縁があってマツダに入ったわけですね、はい、でロータリーエンジンに見せられたわけね。そうすると F1 はないんですよね、うん、そうするとこのエンジンを使って世界のヒノキ舞台に日の丸あげて君が代を鳴らしたいと思ったのが、はい、その僕の夢だったわけね。で、初めて行った時はもう悲惨なもんだったんですよ。そうだったんですか、うん、エンジンはロータリーエンジン使ってたから絶対壊れないと思ってたし、はい、シャシーはシグマオートモーティブと一緒にやったスポーツカーで行ったわけね、はい、でも絶対勝つだろうと思ってたの、はい、初めて行った時、初めて行った時から24時間なんてもうお茶の子さえさえでしょ。だから勝てるだろうと思って行ったら、はい、もう実力的にもう全然届かないわけですよ。いや、でも開拓者がね味わう辛さというか、寺田さんがそうやってこう開拓してくれたから今がある。うん、今だから言ってる方はね、寺田さんのおかげですよね、温かく迎えてもらえてるのはね。そうおっしゃっていただけると嬉しいけど、なんせ僕たち行った時は主催者が与えてくれた駐車場が2台分だからね。他の方たちはもちろん、もう
きなもうテント村でパドックでそこにミニ工場があって、宿舎があって、あの食堂があってっていうようなスタイルなわけです。もう駐車場時代です。どうすんのよっていう感じでしょ。なんか明らかにちょっとね、切ないですね。それで主催者にどうすればいいのって言ったわけで、事務局長に会わせてくんないわけ。秘書さんがやっと対応して、それで一応ね、日の丸持って松田で行ってるわけだよ。で行ってやっと取り連れてもらったら、あなたたち初めてでしょ、終わり。なんですか。まあちょっと今の話は本当に、信じられないってね、びっくりした方もね。ヨーロッパのそのレースの貴族階級のレースのその身分制度っていうか、初めてのものっていうのは相手にされないのよ。そうなんですね。でここで権利を持ちたかったら、何回も何回もいらっしゃいということなのよ。特にルマンはそういう封建的な文化のレースですよ。あのね、地元の人に昔あの雑誌のことでいろんな人にインタビューがしてね、あなたにとってルマンは何ですかって聞いたことある。ポルシェコーナーから、今ポルシェコーナー、昔メゾンブランシュというコーナーのところでね、白髪のおばあちゃまがね、ロッキングチェアで編み物しながらね、あなたにとってルマン何ですかって聞いたの、そのおばあちゃんがロッキングチェアにいられながらね、私にとってルマン、さあ来年のルマンが見れるかしらって言ったの。わかる？日本のお年寄りに来年花見ができるかしらって言うじゃない、同じような位置づけだと思ったの。それだけこう溶け込んでるっていうかね、勝った負けただけではないのよね。その彼女のその文化って生き様の中にこのレースが息づいてる。すごいですよね。そういうのがルマンじゃないかなと僕は思う。ね、まあ、本当にあのルマンといえばですね、昨年のルマンの話ちょっと、あのしたいななんて思うんですけど、もうあれは本当私もすごく印象に残ってる、悔しいなって思うんですが、トヨタガズレーシングが優勝目前残り3分であのストップしてしまうっていう出来事がありました。寺田さん、あの現地でご覧になってたと思うんですけど、どうでしたか？いやいや、今年は勝つだろうと思った、それで、ルマンっていうのは勝つ風が吹かないとダメなの。勝つ風ですか、その風が吹かないと勝てない。でもトヨタはね、もう勝つ風を吹かし始めてる、で去年はその風が吹いてた、だから去年は勝ってもおかしくなかったし、それからルマンの街の人たちがトヨタが勝ってもおかしくないと思ってるわけ、でむしろトヨタを応援するようになってるわけ、去年のことなんかはもう昨日のことか覚えてるんだけども、終わってね、僕が毎年行くリエットってルマンの名物おいしい食べ物があるんだけどね、そこルマンでナンバーワンのお店があって、終わって行って、そこのマダムがね、ムッシュ寺田和樹大丈夫って言うのよ、これが大事なのよ。みんながトヨタはどうなんだろう、そう、これがね、この一言が風になっていくのよ。となるとですね、今年はどうですか、ルマン、風は吹いてますか？いいと思うよ。で、今年3台持っていくしね、大いに期待していいと思う。ただし、ポルシェも黙ってない。黙ってないです。黙ってないよ。で、このウェックの2戦はね、トヨタが勝ってるけども、これはハイダンフ仕様で勝ってるからね。でもポルシェは淡々とルマンスペックで走ってるの。シルバーストーンもスパンもね、だから彼らはルマンをターゲットにしてルマンスペックで走ってるの、その違いがある。だから面白いから、いろんな評論家の方がいるから、みんないろんなこと言うから結果は一つしかないからそうですね。でもトヨタはね、勝つつもりで、3台持っていくっていうのは非常にいいですよ。わあ、じゃあちょっと期待しちゃって、めっちゃ面白い、いいですかね。行かないとダメですよ。行かないとダメですよ。行かないとダメって言ってますよって言って、スタッフの方を見たりしてねえ、これはね、生で見ないとダメ。いや、うちの番組はプロデューサー行くんですよ。え、そうなんです。はい、ねえ、だから私はお留守番なんです中継させれば
うですね。でもあれでしょ、実際風を感じてきてもらわないと。日本でも見れるんでしょ。そうなんです、パブリックビューイング、はい、あの東京お台場のメガウェブと、そして神奈川でもトレッサ横浜でパブリックビューイングが、ね、行われます。でこれ参加無料ということで、あのメガウェブでのパブリックビューイングにはドライバーの中野真嗣さん、荒誠二さん、うん、関谷正則さんが、うん、そしてレーシングカーデザイナーの由良拓也さんなどのゲストトークも開催されるそうです。これやっぱ大勢でね、レースをねみんなで観戦されるっていうのも楽しいと思いますから、パブリックビューイングぜひ気になるなという方は富士スピードウェイのホームページでチェックしてみてくださいね。そしてあの寺田さん、サポートアワーキッズプログラムというので、なんかこう子どもたちをルマンに連れていくという、東北でね、あの震災にあった子どもたちの自立支援活動を手伝おうという、はい、まあ、ボランティアで社会貢献なんだけどもね、はい、でそれは世界11カ国に子どもたちを毎年あの10名単位ずつぐらいでホームステイさせるプログラム、それでこう自立支援して次の次世代につないでいくっていう風な、うん、あのプログラムなのね。でなかなかフランスがうまくいってなかったんだけども、まあ、僕もそこの設立者でもあるから、じゃあフランスは僕に任せてって言って、それであのルマンに子供たちを連れていくようにしたの。でこれはもうフランス大使館にも話して、それでもちろんスポンサーにも話をしてね、毎年子供たちを10名ずつ、はい、ルマン24時間見せてね。いやだからすごいですよね、実際に現地にね行って子供たちがルマンを体験できるっていうことなんですよね。 それであの子供たちは、はい、あのトヨタさんのピットに入れていただいてるのよ。そうなんですか、で、わで 僕は入れないの。え、寺田さん入れないですか。大人入れないの。だって子供だけ、秘密事項がいっぱいあるらしいよ、あのピットの中は。で子供たちわからないから、でも帽子もらって、カズキのサインもらったりね、すっごい喜んで、うん、でここで子供たちね何学ぶか、ただ、ね、ルマン行ってレース見てもその価値がわからないと思う。何年か経って大人になってわかると思うのね、うん、でも彼ら彼女たちがそのルマンのピットに入って感じることはね、一人では何もできないっていうことなの。で主にこうドライバーにスポットライトが浴びて、うん、ドライバーがヒーローになるんだけど、実はそうじゃない。レースはその支えてる30名40名のメカニックとか、部品を用意する人とか、タイヤを用意する人とか、それからパドックに戻ればご飯作る人もいるわけですよね。それからトレーナーもいるかも。そういう人たちの協力があってチームが出来上がって、それでドライバーが走れるわけよね。だからそういうのを子供たちがやっぱりこう目の当たりに見た時にね、自分の生き様を見つけてくるのよ。大きくなったら何になりたいって言ったら答えが返ってくるのよ。みんながその頑張っている、一人じゃなくてみんなで頑張っているっていうものを見て、自分も何か人の役に立ちたいな、みんなと何かを成し遂げたいな、まずじゃあ自分はこういう目を持とうっていうね、う意識が生まれていくんですね。それがね、明日の日本を作っていくんですよ。いやー、これは本当にね、今すごくいいお話をしていただいて、子どもさん限定ということでね、もちろんですけど、うん、私もちょっと一回行って鍛え直していただきたいななんて思いましたけど、もう少しこう小さくなるといいかなでもダメですよ、ね、若くとは言いますありがとうございます、はい、ということでまあ、ルマン24時間、はい、ちょっとねそうやってなかなかこうやっぱりルマンまではいけないっていう方もいらっしゃると思います。たくさん本当にね、私もそうなんですけど、でもルマンに負けないくらい盛り上がるレースが日本でも10月にありますよね。そう、 WEC 富士日本にはやってきますということで、一曲お送りした後は WEC 富士について寺田さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 The Motor Weekly。さあ、ザ・モーターウィークリー、今日はですねスペシャルでお届けしています。ミスターアルマンことレーシングドライバー寺田洋次郎さんをお迎えしてます。来週の土曜日に行われるルマン24時間レース、今から楽しみなんですけれども、もちろん楽しみといえば10月に開催されます WEC 富士、そう、日本にもやってくるんですよね。はい、
はい、ということでこの WEC 富士についてもちょっとね寺田さんに教えていただきたいなと思うんですけど、 WEC は1年で世界9カ国を転戦してまして、でその中にルマンも入っていて、その第7戦となる日本ラウンドが WEC の富士なんですけど、これWEC シリーズの中でなんかルマン24時間の次に盛り上がるのが富士っていうのは本当なんですか？うん、ドライバー自体が富士を走りたがるんだよね。そうなんですか、うん、面白いし、はい、それから富士山綺麗だし富士山も見れるしそうなの、ね、でもねやっぱり富士スピードウェイっていうのはコースがダイナミックだし、はい、その運転しがいがあるのよね。難しいし、はい、勝ちにくいし、サーキットはみんな難しくできてるんだけども、中でも富士はねこうダイナミックさがあるのよ。あ、そうなん、じゃあもうドライバーさんたちも富士をこう走るのがちょっと楽しみだなっていう、うん、ね、高速で勝負できるところがあるのよね、はい、だからそこに競り勝ったドライバーはねやった感が強いわけよ。そうなんですね。スローコーナーで抜いたとか抜かれたなんてのはあんまり面白くないのよ、はい、やっぱり高速でね、うん、こうちびるぐらい全開で行くか行かないかっていうところで勝負かけてね、うん、抜いたりした時はなんかねやった感が強いのよね。それがねやっぱりドライバーのある一種の快感でもあるわけ。でそういうことができるのが富士スピードウェイなのよね。だからこう見てる方もそういうのを見ていってこう盛り上がってきて、あ、そうなんだ、なんかねそのルマンに次いで富士盛り上がるんだよって聞くと日本人としてすごく嬉しいななんてね思っちゃうんですけど、ドライバーとしても富士走るのはとても楽しみにみんなしてるよ。あ、そうなんですね。うん、外人のドライバーなんかもね、うん、富士は走りたいってみんな言うもん。うん、それだけ魅力的っていうことだね。うん、私も本当にここのところですね、毎年この WEC 富士にお邪魔してレース観戦してるんですけど、うん、昨年はもう本当大泣きしました。あ、いいレースだったよね、はい、いや本当にもうね、トヨタとそしてアウディともう僅差でどっちが勝つかっていうところで、うん、小林可夢偉選手がこう逃げ切れるかっていうね、うん、最後の最後までもう目が離せなくて、うん、もうすごいゴールした瞬間にもう本当感動しましたね、うん、彼の中ではもう計算立ってるからね。あ、そうなんですか、うん、もう一回行けば行けると、このまま行った方がいいっていうふうに判断して行ったと思うよ、うんうん、いやでももっと耐久レースなので、うん、のんびりとこうちょっと見られるものかなと思いきや、なんか6時間っていうのもあっという間ですね。もちろん今のね、今の、うん、ウェックのレース24時間も含めてだけども、はい、スプリントの24時間、スプリントの6時間よ。スプリントの24時間、6時間、もうドライバーはもう全開だよあれ。それでこうチームにはこうターゲットタイムがあってね、はい、それに1秒狂わないで走ってくるのよ、うん、今のドライバーは。うわ、じゃあ今年もやっぱりこう現地で見たいですね、本当にね。もちろん富士は行かないとダメですよルマンは行けなくてもそうですよ、ね、富士は近いじゃないそうですよね、そう本当にね、なんかもう寺田さん WEC の富士アンバサダーをね務めてらっしゃいますけれども、はい、ファンの皆さんに、うん、もう絶対にじゃあ富士スピードウェイに来て、うん、そしてどんな風に楽しんでほしいなって思われます、うん、まず富士スピードウェイはね来る方、はい、お客様にとって何がいいかったらね、世界一お手洗いが綺麗なサーキットこれ大切なの。あ、はい、大切なの、はい、ルマンは世界一綺麗じゃないとは言わないけども、はい、あんまり綺麗じゃない。それはねトイレ文化が国によって違うの、はあ、富士スピードウェイほどお手洗いが快適なサーキットはないよ。そうなんですか、うん、今度お手洗い巡りしたらお手洗い巡りだからね、はい、女性の方も安心して富士に来れる。そうですね、わかります。レース観戦っていうと、はい、どうしてもやっぱり心配なのはそこ。結構そうなんですよ、そうです、女性が楽しんで来れるサーキットじゃないとダメなの。だからパウダールームなんか綺麗なのがあるんじゃない。はい、だからそういうところが僕はいい、すごくいいの。ルマンの主催者の理事もしてるじゃない、はい、だからいつもねルマンもお手洗いきれいにしろって言うわけ、はい、だからね、なんかというと僕がトイレのことしか言わないみたいな
でもね選手もそうなのよ、はい、スタート前緊張した時にねトイレ行きたくても綺麗じゃないとか不便だとしたら、ねはい、やっぱり嫌じゃない。そうですよね、うん、きっと特に女性の方だとそうだから、うん、富士スピードは一番おすすめトイレなるほどありがとうございます。どこのコーナーがいいとはねもう皆さんの方が詳しいからそれぞれファンの方がそう、それでもういろんな楽しみがあるわけ。ストレートを重視する人もいるし1コーナー重視もいるしね、はい、いろんなタイトコーナーが好きな人もいるそれはそれでいいのよ、うん、どこで見ようとサーキット楽しいし、はい、いいのよトイレが綺麗はい、ということでもうねなんか待ちきれなくなってきちゃうな WEC の富士なんですけど観戦チケットすでに発売中です。詳しくはこのザ・モーターウィークリーのホームページもしくは WEC 富士大会公式のオフィシャルページご覧ください。ということで あっという間だったんですけれども寺田さん最後にですねルマン24時間耐久レースのサポートレースでもあるロードトゥールマンレース、はい、意気込みを教えていただけますか。ルマンのコースは僕行ったら毎年走ってるんですけども、はいまあ、レースで走るのは9年ぶりになるんですよね。ルマンを走るのは、はい、だから、まあ、そういう意味じゃ持ち物チェックして忘れ物のないように行ってきますはい、全てを揃えて、はいはい、でも本当待ってらっしゃるファンの方楽しみにしてらっしゃるファンの方も、ね、いらっしゃると思いますけれども、はい、ぜひこのザ・モーターウィークリーを聞いているレースファンの皆さんへもメッセージお願いできますか、うんうん、もちろんロードトゥールマンもベストのコンディションで行きたいと思ってるしそれからその後の24時間がね今年は絶対楽しいイベントになると思うよ。だからトヨタとポルシェのガチの戦いをね、うん、ぜひ皆さんご覧になってでその興奮をそのまま10月のウェックに富士でまた見てもらって と,、はい、ということで今年の大きな2大イベントでいいんじゃないですか。そうですね、はいはい、ありがとうございます。ロードトゥルマンレース頑張ってください。そしてこれからもですね、はい、ぜひ私たちにレースの魅力モータースポーツの魅力を教えていただければなと思います。はい、わかりました。はい、本日のゲストはミスタールマンことレーシングドライバーの寺田洋次郎さんでした。寺田さんありがとうございました。どうもありがとうございます。The Motor Weekly。綾瀬はるかです。皆さん今のカーナビに満足してますか。ブルーレイまで楽しめるのがパナソニックのカーナビストラーダ F1D。 おうちでブルーレイに録画したドラマやアニメをご家族みんなで9インチの大画面で楽しめます。私のおすすめはストラーダ。パナソニック。ドイツではフェーラー、スリランカではノヘキヤーワ、インド西部のグジャラートではブール、南アフリカのクワズルナタールではウクシュレーカ、日本ではミス。ミスはどこにでもある。だからトヨタセーフティセンス P は4つの安全機能で運転ミスに備えます。詳しくはウェブで。あ、広いね。燃費いいらしいよ。めちゃくちゃ入る。ねえ、視界が広いね。運転楽だわ。ハイブリッドで4駆もあるんだね。いや、一本取られたな。ホンダのフリードに乗った方の感想です。知るほど乗るほどフリード、すべての人にちょうどいいホンダ。藤本恵美里がお送りしてきましたザ・モーターウィークリー。今日はレーシングドライバーの寺田洋次郎さん来ていただきました。まあ、ルマン24時間の話だったりね、WEC の話だったり、そしてこう、レースの魅力をね、本当に熱く語ってくださいましたけど、寺田さんご本人もかっこよかったんですけど、寺田さんの生き方もね、私なんかすごくかっこいいなぁ、なんてね、思いました。さあ、ザ・モーターウィークリーでは、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。今日の番組の感想とか、またはあなたの愛車自慢や好きなドライブスポット、こんな車を特集してほしいですなど何でも OK です。メールアドレスは tm@fmyokohama.jp。 ザモーターの頭文字 TM に続いて @fmyokohama.jp です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そしてこのザ・モーターウィークリーですが、今日の放送は翌週には番組サイトjamotar.jp にアップされます。こちらもぜひチェックしてくださいね。また番組の Facebook もあります。いろんな番組情報を発信してますので Facebook もよろしくお願いします。それでは皆さん、
これからの1週間、素敵なカーライフをお送りください。ザ・モーター・ウィークリー、お相手は藤本恵美里でした。